初め大学には、油絵科で入ったんですけど、1年生の時にいろんな科目をこう、やる機会があって、その中で彫刻がなんか難しくて、でこう3次元のこう立体を作るのも全然うまくいかなかったんで、2年生の時に編入して、で彫刻をちょっとやりたいなというふうに思って始めました。やっぱこう手につかめるものっていうか、ある程度重さがあったりとか、見てこう周りを回れるものっていうか、仏像とか、まあ、ミケランジェロとか、そういうのの方がこう平面的なものよりも生々しいっていうか、こう自分をそこに映したり、人をそこにこう例えたりとか、まずなんかそんなシビアにこう芸術をやる、美術をやるっていうよりは、楽しみながらって笑いながらっていうか、割とこう気楽に美術とかアートをこうやってるのを見て、まあ、人生を楽しくいこうかなみたいな、そういう感じなところをちょっと目当たりにして、なんかいいなっていう感じで今に至ってますけどね。ドイツではなんかもう失意つぼけんっていうか、いい加減な気持ちをしていたらこうドイツ人の作るものとかに負けちゃうなと思って、そういう意味でこう彫刻とか制作に向かう態度みたいなのはすごくドイツで学んだ気がしていて、イタリアではそのファッションを勉強したんですけど、その美術の持っている堅苦しさをこう置いといて、やっぱりこうなんていうかな、いろんなものを借用したり、まあ、楽しみながらっていうのをすごい学んだ感じがあって、でもまあ女の人も好きだからかな、まあ、女性らしさもそうだけど、なんかやっぱ強さとかたくましさとかかっこよさとか、優しさとかもそうだし、やっぱ男性にないものもあるから、そこはやっぱ興味があるし、人と向かいたいというか、自分は人間だし、自分と一番近いもの、あるいはその男性だったら女性とか、まあ自分の中にある女性みたいなものとか、そういう、まあ、人間そのものをテーマにしたいというか、雑誌は見てるんですけど、こう頭の中にあるそのもの、自分自身のものとその写真から受けるイメージとか、そういうのをこう合わせて作品にこう投影しているので、モデルを通してその言いたいことを言っているところがあって、別にそのモデルのことを言いたいわけじゃなくて、こう人間が生きて死んでいくみたいなのはすごく儚いものだと思っている。作品っていうのは多分人が死んだ後も僕が死んだ後も残っていくと思うんだけど、自分が彫刻を彫っている、あるいはその彫っていたっていうことが多分僕の中の記憶に残っていくことがすごく重要なんだと思います。それを残したいんだと思いますね。それは多分、他人じゃなくて、飯沼秀樹っていうものを、人がその経験なり記憶なり、それを積み重ねていくっていう行為が興味があって、その密度っていうかが、やっぱりその彫刻に向かって真剣にやってる時間っていうのは、多分僕の中で密度の濃い時間を過ごしていられると思う。震災はやっぱりその一瞬で、その一瞬起こった後にものすごく大きな変化をもたらしているんだけれど、芸術が多分背負っているものっていうのは、もっとなんだろう、この先1000年とか2000年とかを考えるっていうか、
この前の1000年2000年を考えてるっていうか、人類とかそういうなんかバカげているような、あのバカにされちゃうようなことを常に考えているべきだと思うんですね。まあそれはあのフランスで学んできたみたいに、やっぱ見て楽しんでもらって、それは悲しいこともあったけど忘れるべきじゃなくて、やっぱりこうその悲しい中にも楽しみを見つけて、明るい、なんだろう、恋というか華やかなファッションでも、そんな経験をかなしてもらえたら嬉しいですけどね。